はいどうも、マイクのボリューム上げます。はいどうも、オムでございます。音楽室の MF 実況じゃなくて、トワイライトシンドローム実況やっていきたいと思います。相変わらず怖いです。なんかさーって言ってるんよ。音楽室ちゃうやん、これ。放送室やん、絶対音楽室ちゃうよ。はい、ってことで今回もやっていきますか。これね、プレステのゲームだからね、中断できないんですよね。中断できないから最後までやるしかないんよね。あのスタンバイモードとかがないから、一回消しちゃったら終わるからね。だから一括で、多分一つの噂を一発で取らないといけないので、今回もやっていきましょう。つべこべ言わずつべこべ言わしてくれ、怖いから。さあやろう。めっちゃ怖いわけじゃないんやけどさ、怖いよね。そしてこのロードの間がね、撮った動画を編集しててすごい思うんやけど、このゲーム BGM がほとんどないんですよ。それがまた怖いんだろうね。やっぱ BGM って結構大事やなって、たとえ何のなんか雰囲気的な BGM やとしても、あるのとないのとではこんな違うんやなって。なんだ、放送？繰り返します。奥野先生、奥野先生、至急音楽室までいらしてください。放送室やん。 MF ってなんだろうね、イニシャルかな。ミッドフィルダーではないよね。あれが奥野先生？めっちゃ厳しそう、この先生。奥野、男女関係のもつれか。どうなんだ先生として、それは。怖い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 、このテープの逆回しみたいなの怖いんだよ。音楽室の MF、早速死人が出たよ。いや、あの前回の酒井さんが実は死んでた話も相当怖かったけどね。あーだるーい、午後一の授業ってなんだっけ。選択だよ、音楽は自習らしいけど。それってさ、もしかしてあれのせい？音楽室は当分使用禁止だって。なるほどね、音楽室であれか、だから放送で呼び出して首吊って死んだって感じか。それやばいよ、学校でやるんだもん。ちょっと信じらんないよね。ちょっと不謹慎だよ。ねえねえ、でさ、その MF が付き合ってた相手って知ってる？奥野先生でしょ、龍一でしょ、有名じゃん。誰だよ、誰それ。知らないの？音楽の奥野。おいおい、声でかいよ。奥野でいいよ。なんで 下の名前呼びなんだよ、先生を。じゃあ何、もしかして原因は失恋？それかその当てつけかね。いや失恋だよ、どっちにしても。なんか今時よくやるよね。いやでもしゃあないよな、別に恋愛は自由ですから。一途って感じ、ちょっと憧れたりしない？普通にいたよ、俺の高校にも先生と付き合ってるやつ。酔ってんじゃねえよって。言えてる。年が離れていようがね、先生と生徒だろうが男女であることには違いないからね。ゆっかり、こないだ鍵どうもありがとう。それでさ、悪いんだけど、できればもう一回借りたいなーなんて。ダメ？北村、誰だ？新登場。あのね、バレたら俺だってやばいんだよ。先生かな、これは。見た感じ。今までの教職の単位全部パーだ。大丈夫、わかってる。前だってバレなかったじゃない。あいつ確か動くやつよな、あの骨。だからね、お願い、先生。なんだ、ゆかりもやらかしてんのか、先生と。先生、先生って、俺が教師になれなかったら君の、あ、教育実習生だ。大丈夫だって言ってるじゃん。和也だったらいい先生になれるよ、私が保証する。よく言うよ。どういう付き合い？さては君、俺が強制だって知ってて、利用するために近づいたんだろう。
ふーん、今更そういうこと言う？声かけてきたのそっちじゃん。覚えてないの？お？いや、あの時はきっとわざと自転車のチェーンを外して待ってたんだ。あの雨の中で？そうだろ？器小さいぞ、北村。変なこと言うな。ちょっと強引か？うん。でも案外そうだったのかも。え？私ってね、こうなったらいいって思うと本当にその通りになることがあるの。超能力者。ちょうどそんな風だったよ、あのシチュエーションは。私って結構恋愛のセンスあるんだ。おい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 。おっと、そろそろ午後の授業だ。準備始めなきゃ。じゃあ鍵はいつものところ。俺が戻し忘れた鍵を君が発見して悪用する。そういう筋書きにしておこう。サンキュー先生。じゃあ私行くね。これって大丈夫なの？犯罪だよね、普通に。なんか窃盗補助みたいなのになったりするんじゃないの？また夜かよ。いや俺何にもしてないからね、今。何の前情報もなしに急に始めるのやめてもらえないかな。え、俺動かしてないよね。先輩、この時期にそんなブルーな顔してるとハートにカビ生えちゃいますよ。何言ってんだよ。2の D の MF と龍一が付き合ってたってことは紛れもない事実なんですから。なんで下名前読みなん？これどっちでもいいかな。うん、そうらしいね。龍一って音楽の奥野のことでしょ。だからなんで下読みなん？それなりに噂は聞いてるよ。お、神聖な教育現場で無茶してくれる。へえ、珍しいですね、先輩がこういう噂真に受けるなんて。別に真に受けてるわけじゃないよ。だけど、もし噂が本当ならそういう奴が教師で知られるなんて生徒として納得できないんじゃない？それっぽいことしてる奴が何言ってんだ。そりゃまあ、ね？だから本当のところがどうなのか私がはっきりさせてやるの。思うところがあるんだろうね。自分にもちょっと当てはまるから。それで振っといて無責任だみたいなところがあるのかな、奥野先生に対して。振ったかどうかなんて分かんないけどね。やっぱこのゲーム BGM がないのが怖いんよな。雨の音しかしないもんね。そら俺もよく喋るよ。黙ってんの怖いもん。ダイス音楽室って何階だっけ？3階ですよ、3階。すぐ左の階段上がって右です。すぐ左の階段上がって右。ゆかりちゃん、洗濯音楽じゃなかった？ここすぐ左の階段を上がって右、こっちに行って、で、ここ右だったよね。そう、一番奥のドアからしか入れなくなってます。昼間、机で封鎖してありましたから。よう行くな、お前らもほんまに。結構怖い目合ってるからね。すげえと思うわ。絶対無理やもん。あんなさ、トラックが崖の上から落ちてきたんやで。よいしょ、失礼します。岸井さん、天井がどうかしたの？どこら辺にぶら下がってたのかなと思って。お前ら興味本位が過ぎる。やめろよ、やめろよじゃねえよ。あ、なんだなんだ。パイセン、準備室にも行かなくちゃ。なんで？え？あ、なに？あれ、俺が動かしてんのこれ。それにしても嫌な雨。どこまでが俺が動かしてんのかわからんのやけど。うわー、怖いなこのアングル。すごいな。ピアノか。少し調べてみようか。え、関係なさそう。無視。少し調べようか。なんか怪しいところあります？うん、ただのピアノ。そういえばゆかりちゃん昔習ってたよね。へえ、何か弾けます？聞かせてくださいよ。もう指が動かないよ。前はエリーゼのためにくらいまではできてたんだけど。何エリーゼのためにって？何、お菓子？
私弾けますよ。へえ、すごい。ご清聴願います。ちっさない？てか、こんなん聞こえるんじゃないの？こんなピアノなんかがっつり弾いた。グランドピアノなんてそこそこ響くでしょ。ねって、それなら誰でも弾けるよ。弾けねえよ。アンコール？やめなよ。遊びに来たわけじゃないんだから。いや、ほぼ遊びに来たようなもんでしょうよ。こんだけ興味本位で。こっちが準備室？そうです。ここは奥の室みたいなもんでしたからね。なんかあるとしたら、ここですよ。ああ、いろいろ見れるのか。スコア、ギターの教本、それにクラシックのレコード。めぼしいものはなさそうですね。これはドラムセットは調べれないの？これはギターケースの中にはギターか。そりゃそうだ。そりゃそうだわ。ここは結構カレンダーがどうかしたんですか？別に、ちょっと気になっただけ。佐藤？どうかした？あ、うん、なんでもない。怖いんだよ、君。ちさっちゃん。なんでもないとか言われたら怖いから。机の上は片付いてるか。え、調べた方がいいんじゃない？調べてみよう。さすがに机は開かないか。先輩、鍵は？そんな個人のものまではないよ。大体証拠になるようなものをここには隠さないんじゃない？いくら失踪って言ったって校内だし、事件の直後だよ。確かに。それは同感だけど、開けてみなくちゃわかんないですよ。先輩、ピン貸して。泥棒か、キャッツアイか、お前は。やだよ、そんなの。どっちでもいいな。しょうがないな。開けてもらおう。あくまでバレないようにね。大丈夫だってば。今まで一回もバレたことないし。Wait one minute! 本当に開けるつもりだよ。ねえ、ゆかりちゃん、やめた方がいいんじゃない？あ、止めた方がいいんじゃない？一番先輩？いいですか？ここまで来たら3人とも同罪ですからね。いや、もうそれはそうだと思うわ。手応えあり！マジかよ。から？ちくしょう、全部からじゃん。予想通りといえば予想通りだけど、中途半端に何かあるより怪しいよ。確かに。でもゆかりちゃん、それだけじゃ噂と変わりないよ。疑わしきは罰せずってやつ？ああ。もう一通り調べたかな？これロッカー的なやつは？ロッカーの中は、ティーホーキとモップとチリトリと雑巾。色気のかけらもないな。そらそうだろ。ロッカーってそういうもんだよ。そもそもあの二人、本当に付き合ってたのかな？今さらそこに戻る？でもそれが肝心なんでしょ？出直した方がいいんじゃない？簡単に言うけどさ、そんな何度も鍵借りられないよ。そっか。本人に直接聞ければ早いんですけどね。相手は大人だよ。教えてくれるなんてありえない。じゃなくて、もう一人の当事者の方を。もう一人って、妙なこと言わないでよ。死人に口なしって言うよ。キューピッドさんじゃないんだよ。キューピッドさん？コックリさんじゃないの？あれ、じゃあ先輩知らないの？話題の最新バージョンの噂。知らないよ。なんだそれ。で、その最新の噂って？それは現場の方でゆっくりと。例に会えるとかそんな話じゃないよね。なんこの引き。放送委員の合唱部の MF。放送委員、合唱部の MF。つまり自殺した藤田真由美。ああ、藤田真由美のイニシャルか。ある、ちょっと。二人は学校という場所で互いの関係を守るために校内放送を使って秘密裏に出会いの場所を伝えました。奥野先生、至急音楽室に来てくださいって感じで。で、その恋の顛末はうちの生徒なら誰でも知ってる通り。MF は先月29日の放送最後に音楽室へ自らに命を絶ったわけです。
それで？ここまでが現在校内に出回っている噂なんですけど、私、岸井美香が独自のルートで手に入れた情報によると、MF は今でもずっと奥のを待ってるんだって。怖いよ。自爆霊となってもう一度放送で呼び出される時を。どういうこと？つまり校内放送で MF に向かって奥野先生が待ってますって伝えてやると、 MF の霊が音楽室に姿を現すらしいってこと。校内放送って幽霊に嘘の呼び出しをかけるの？めちゃめちゃ危ない橋渡るなこいつら。端的に言うとそういうことですね。何も起こらなかったらどうするの？心にやましいことがある人にはそれで十分でしょう。出たことにして揺すればいいんです。揺する気はないんだってば。だけどそいつは効きそうね。ゆかりさん、ゆかりさん、あなたまともだと思ってましたけど、ちょっと株が下がりつつありますよ。放送室は2階、ずっと奥の階段一つ降りてすぐ左側。オッケー。もう無理やりでも話し進めるんだから、ブツブツ言ってないで行こう。このミカってこうあれだろうね、結構可愛いんやろね。実際モテそう。なんかもうクラブとかで遊んでる子って絶対モテるもんな。一番奥の階段下ってって言ってたよね。寄り道した方がいい？あんま寄り道したくないけどね、怖いから。あ？入れない。え、あれって入れるマークじゃないの？こっちは？あ、入れないね。寄り道できるときとできないときがあるのかな。一番奥の階段を。いやもうこれだけで結構怖いもんな。普通に俺喋ってるからいいけど、まだ奥？校舎広いな。こ、校内掲示板とか調べれたりすんのかな。調べれないか別に。もうこのゲーム行き過ぎた。このゲーム撮ってる間ずっとドキドキしてるもんね。心臓が持たんよ。いやーでも本当にね、ホラーゲームがダメなんですけど、これ式のことでビビるとかありえないって思う人は多分たくさんいるんだろうね。え、どこって言ってたっけ？すぐって言ってた？ここかな？ここか。鍵あります？てかあんな、なんだっけ、強制って言ってた。あ、雨の音が。教育実習生なんかに鍵なんて渡されるんだね。この部屋完全防音ですからね。きっとここで奥野と MF はエッチとかしちゃってたんですよ。おい。包め、ちょっとは。バカ。ところで先輩、藤田真由美の最後の放送って聞きました？死んだ当日の？そ、私聞いたかも。その話で妙な噂があるんですよ。え、どんな？聞いた方がいいんじゃないこれ。それってどんな話なの？私の記憶だと確か土曜の4時くらいだったと思います。奥の音楽室に呼び出す放送、多分藤田本人だと思うんですけど、女の声の放送が聞こえたんですよ。でもその放送を聞いた奥野が音楽室に行ってみると、そこにはもう藤田がって感じだったらしいんです。それは聞いたけど、でもこのタイムラグおかしいと思いません？うん、確かに。死んだ本人がどうして奥野より早く放送室から音楽室に行けるんです？それに死ぬまでね。これ友達が取り調べの人に聞いたらしいんですけど、奥野が見つけた時藤田の死体死後5時間だって。おお、怖い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 。ってことは誰が呼び出したんだっていう話になるよね。それじゃあ噂が本当かどうか実験開始。先輩どうぞ。どうぞって冗談じゃないって。なんで私なのよ。だって呪われそうじゃないですか。なんか怖いもんね。こうしよう、公平にじゃんけん。言い出したやつがやれよ。あ、ま、え、な、言い出したやつがやるに決まってるでしょ。なんなら呪われた方がいいよ君ちょっとぐらい。だけどほら私機械弱いし。じゃあ教えてあげるよ。主電源を入れてマイクのスイッチ入れて、それでこっちがボリューム。マジかよ。言い出しっぺが悪い。何やってんだよ。ごめんなさい。2年 D 組の藤田真由美さん。2
ミカ綺麗な声してるな。奥野先生がお呼びです。至急音楽室まで来てください。繰り返します。2年 D 組の藤田真由美さん、奥野先生がお呼びです。至急音楽室まで来てください。これさ、言ったら宿直というか見回りの人いるわけでしょ。その人たち死ぬほど怖いやろ。なんかマイク持ってたら歌いたくなってきちゃった。今度みんなでカラオケ行きません？え？ガチャンって言ってからまーんのやめてよ、怖いから。え？あ、で音楽室に戻ればいいのか。じゃあ音楽室に戻ってみましょう。ま、いるわけないと思うけど、いたらどうすんのよ。これ大体いるやつやん。やだー、怖いー、エンドレス怖い。ロード。何今の音。え、なんか音楽流れてる。さと、これって。この曲知ってる？ううん。でも、すごく嫌な感じがする。いや、それはもう嫌でしょ、これ。聞いちゃいけないものを聞いてるような。え、どうしてこんな曲が？何でもいいのかな。早く音楽室行った方がいいんじゃない。放送のスイッチ切り忘れただけだよ、きっと。音楽室で確かめて、早く帰ろ。いや、今すぐ帰った方がいいと思うけどな。君たち結構良くないことしてると思うよ。でももうここまで来たら行くしかないので行きますね。怖いよ、誰か助けて。お母さん、よく行けんな、ほんと。よく喋んな、俺。いや、ちょっと。ああ、でもなんか、無音よりいいな。あ、もう一個上だっけ？いや、違うよね。一番端っこだよね。うわ、この間が、この間が俺を苦しめる。あ、止まった。曲、止まった。ねえ、先輩、誰かいるんじゃないですか？放送室に戻った方がいいですよ。どうしよう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 。面倒だからいいよ。 MF の霊来てると思います？俺が調べんの？怖いよ。勝手に調べてよ。はい、ピアノの前。何事も起きずか。ねえ、いい加減諦めたら？何事も起きてたでしょうよ。諦めるって。先輩、噂の真相は？根も葉もないってやつじゃない？今回は私も振り回されたけど、MF の自殺って原因は家庭の事情かなんかじゃないの？音楽教師の噂は別の話でさ。それで先輩、納得できる？だったらどうして MF はこの教室で死んだんです？おい、わしが動かすんかい。え、結局どうしたらいいんだ？出ようとすれば何かが起こる？よーし、喋るで、今回は。怖いもん、めちゃめちゃ。ねえ、先輩、準備室も確かめてみましょうよ。もう最初に言えや。もう最初から言えや、それは。準備室ってこっちで合ってるよね。これさあ、実際画面相当暗いんよ。何を調べるん？何を調べるん？机？おっとっとっと、なんか調べるもんあるか？ギターケース？この田中？何も調べれないんやけど。何もないよ。先輩先輩。何？どうしたの？先輩、これ。このカレンダー、さっき見たけど。いいからよく見てください。なんか気づくことありません？ん？なんかある？
このカレンダー先月のですよ。なんだそんなこと。でもこういうのって大事ですよ。私がめくっといてあげよう。好きにすれば。うん、どっちでもいいな。変なとこに気がつくね、あんたも。そういうとこ几帳面なんですよ、私。え、何これ。なんか昨日夢で先生に会った。少し冷たくてやっぱり優しかった。合唱部のコンサート絶対来てね。5月9日17歳になります。誕生日プレゼント期待してもいい。クラスの子が先生の悪口言ってるの聞いちゃった。そいつのクス焼却炉。私悪い子です。レイニー、ちょっと弾けるようになったよ。中間終わったらまたピアノ教えてね。新人の可愛いいいとこだけど上敷きしちゃダメだぞ。ずいぶんここで待ってます。雨が降ってきて先生私傘持ってないよ。放送かけたのに私のこと避けてるの。ずるい、嘘つき。2人以外みんないなくなっちゃえばいいのに。でもダメ、嫌いになれないよ。ん、結果悪読めないや。超最悪、死んじゃえばいい。神様いるの。嘘つき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 。うわー怖い。決まってるじゃないですか、確信犯彼女ですよ。殺して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 怖っ。どうしてそう思う。なんでそう決めつけるわけ。これだけじゃ誰が書いたなんてわかるはずないでしょ。わかんないはずない。うん、わかんないはずでしょ。まだそんなこと言ってるし、これだけ状況が揃ってりゃ間違いないって。すごいっすよ先輩、私たちポリスメンに事情聴取されるかも。第一発見者私ですからね。喜ぶポイントじゃないよ。これで元に戻った時に後ろにいるとかそんなんほんとやめろよ。いない、これで疑う余地はありませんよね。 MF は音楽教室の奥野と恋愛の末というよりは立場を超えて求めすぎた MF が自滅した。私の情報の正確さ分かってもらえました。認めたくないけど、認めたくないけどね、実際見つけちゃったからね。信じられない。たまにいるんですよね、こういう思い込みが強いっていうか少女漫画を地でいくやつって。何を言っても無駄だね、どれでもいいな。ちょっと見か。分かったようなこと言うんじゃない。言うじゃない。死ぬほど追い詰められるってどんな風か考え、あんた考えたことある？あるわけないじゃないですか。ここまで見失っちゃったら病院行きしかありませんよ。いやー、君は僕と相入れないな。私なんかこれ見たら中2の時にもらったラブレター思い出しちゃって。その手紙あんまりすごいんでクラスの女子で回し読みの刑にしたんですけど、その時の順調君にはいい修行になったと思いますよ。お前みたいなやつがいるから死ぬやつがいるんだよ、バカ野郎。デリカシーないとは思ってたけどね、他人のプライベートを暴き立てて喜んでる方が私はよっぽり神経疑うよ。よっぽりって言っちゃった。ちょっと待ってよ、カウンセリング受けるの私？突然マジになって何この人、超ムカつくんですけど。いや、あー、煽るか。前々から気になってたんだけどさ、その週刊誌みたいな脳みそなんとかしなよ。あんま調子乗ってっていくら子供のセリフでも黙ってないよね。その辺でやめよう、ゆかりちゃん、岸井さんも後輩なんだから。おいおい、一人だけガキ扱い？じゃあ言わしてもらいますけど、今時こんな恋愛する方が悪いの？こんなのに恋愛、感情移入できるなんて先輩も少女漫画入ってますね。夢見すぎて変な宗教とかに捕まんないでくださいよ。よく一緒にいられんな、こいつら。てめえ、いい加減に。やめて！二人ともここでそんな話するのお願いだからやめて。それでわしが動くんのかい。ねえ、ゆかりちゃん。なんか聞こえない？え？この上の心拍数メーターあるやん。あれの3倍ぐらい速いからね、俺。ん？はあ。録音しよう。なんで録音したんやろ、なんで持ってんのそんなの。フィールドレコーディング、ゆかりちゃん逃げよう、彼女来てるよ。じゃあこれ早く。うん、ちょっと待って、どっから逃げるん。
何の音？また逃げるん？いやもう絶対来る流れやったもんな今の。走るね。いいから早く帰れよ。夜の学校をこんなにうろうろできるのって頭おかしいぞマジで。千里、さっきのって本当に藤田真由美？ねえゆかりちゃん、それより岸井さんは？え？あのバカこんな時に。え？探した方がいいんだろうな。探した方がいいんだろうな。放って帰ろうはこれ良くない感じするもんね。ちょっと遅れてるだけだよにする？どっちかな。探すのも尺やけどな。探したくないんよな。探すか。やだな。